さてさて、3日目っすね。いや、まあ今のところね、とても順調に遭難者も見つけ出して。おー、あれ、オッチン？なんかでかくなってない？ あれなんか、成長してない？君。なんか、マ明ナらかに2人分ぐらいのサイズになってるな。だよね、コリー。あ、でもよかった。大きくなったが、まだ、キラキラの目は失っていないな。よし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 。あれ、オッチンが大きくなってませんか？だよな。これが宇宙犬というものだ。一人前になった証だな。そんな成長早いんだ、宇宙犬って。まあ、早いのか、たまたま時期が被っただけなのかわからないが。おいおいおい、懐いてる、完全に。ピクミンがじゃれています。何それ。 何？成長したらいいの？何？大人しか、肩みたいな感じ？どういうこと？ピクミンはなぜちっちゃい頃は、あ、一人前になったオッチンにピクミンたちも気を許しているだと。厳しい。ピクミン厳しい。そんな顔しといて。半人前のオッチンはダメだったんや。あ、そう。ちゃんとそういうところ感知してるんや。ピクミンたちは。まあ確かに仲良くなってよかったが、よかったけど、まあそうか。ギリギリなんかピクミンってオッチンの餌になりそうだよな。サイズ感的に。ピクミンって何色が一番美味しいんだろうな。一人前になった宇宙犬は、遭難者を救助するとやる気が高まり、やる気、燃えてるわ、目が。え？訓練すればレスキュー活動に役立つ、新たなスキルを習得できるようになるのだ。あ、スキルとかあんだ。そうなん？オッチンのスキルってなんだよ。なんだ？今はなんかタックルできるけど、それがなんかもっとジャンプできるとか、もっと鼻が効くみたいな？そんな感じ？なんか急に武器持ち出して無双するとかなんかないかな？被覆とかないかな？ アルティメットスキルみたいな感じで。ねえかな？はい、コピー！やっていくか、3日目も。で、そうだな。まず今回も作戦会議から始まるわけなんですけれども、ラッセルさん、そう、前回助けたこのラッセルこと科学者。ビーグル号の改造の方はどうだ？コピア。おお、結構ボイスは高め。シェパード氏問題ない。ちょっとオタッキーなのかな？シとかククックみたいな感じ。すでに改造は終えている。完璧だ。なんだ、夜なべしたのかお前。ビーグル号に回収した資材を万能な粘土に加工する機能をつけてやった。はあ、前回ね、バリ資材を集めたんですよ。で、そう、粘土にして、あ、でも、建築って前回も言ってたけど、何のことか分からなかったけど、絵を見るとすごい橋だな。どう見ても。どう見ても橋になってるな、粘土が。え、なるほどね。行けなかった、なんだ、地域に行けるようになるみたいな感じ？それバリでかくない？なんか階段とかスロープみたいなやつ作って、ちょっとちっちゃい段差も越えられますよみたいな。そういうのあったらすごいでかい気がする。よしよし、とにかくよくやってくれた。ありがとう。ありがとうだぜ、ラッセル。さらに、我の元に資材を持ってくれば、装備やアイテムも開発してやろう。装備やアイテム？なんだそれ。回復ボックスみたいなやつがあるけど、あれは首輪だな、どう見ても。なんだ？でも、オッチンの首輪っぽいな、あの雷マークのやつは。オッチンの？なんだ？タックルが雷属性になるみたいな感じ？ 相手が痺れるようになるみたいな。そうなんだったらおもろいけどな。これからはお宝だけじゃなくて、資材も回収した方が良さそうですね。間違いない。あ、危ね。危ね、忘れてた、完全に隊員のこと。そうだよな。まだ今いる世界に、もう一人いるんだろうな、きっと。ラッセル。ラッセルの他にもいるはず。よしよし、わかった。隊員の捜索も忘れないようにな。任された。それから、訓練について話があるから、後で私のところに来るように。やだな。やだな。直々の呼び出し。上官からの。訓練ってなんだ？あれか、さっきのスキルみたいな感じか？ではこれにて本日の作戦会議を終了する。はい、コピー。よし、本日もやっていこう。ちなみに、ここにいる時間って、さあ、我に資材を持ってきた前、あ、ラッセルが呼んでるし、多分、隊長も呼んでるし、いいね。なんかでもあれだな。オリマーと一緒にいたワンコロよりは小さいな、まだ。これからまだ成長する余地があるんだろうな、きっと。おっちん。まだまだ大きくなると見た。じゃあ、じゃなくて、あれだよな、冒険に行く前のこの、マザーキャンプ？ベースキャンプ？にいれば時間は進まないんだよね。だから、のんびりやってもいいってことだ。まずは開発ラボから行ってみようか。
よう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 。さて、改めて挨拶しておこうか。我こそはこのレスキュー隊の頭脳ラッセルだ。自分で言うやん、こいつ。なんだ、若い頃から物事考えすぎてハゲたんか、お前。うわ、苦労したんやろうな。なんか、それは目なん？メガネなん？眼球に直接取り付けるタイプの瓶底メガネなんかな。んだとしたら、なんか、ハイテクなんかローテクなんかわからねえな。で、お主の持ち込む資材と我が用意した部材で、探索に役立つ装備やアイテムを作ってみせよう。いや、ありがたい。マジでありがたいが、あ、もうできんだ。まあ、早速ね、こういうのはね、やって試せ。うん。見て、実際にやって聞いて試していけ、経験していけってことなんで、我の発明は常にパーフェクトな完成度を誇る。しかしそれも日々作り続けているからこそだ。うわ、いいこと言ってる。そうだよな、結局日々の積み重ねこそが、そう、人を強くする。間違いない。資材を我に渡し装備を作らせよう。なんで命令権なんそこ急に。え、何この人は。上からな、あー、そっかそっか、学問とばかり向き合ってきたから人間との向き合い方がわからないんだな、こいつは。我が飽きるまで科学技術の発展に貢献するがいい。了解。なお、たまに部材が尽きることがあるが、その際は翌日まで開発はできない。あ、なるほどね。デイリーボーナスというか、そういうそしゃげみたいな感じで、一日のライフが決まってんのね。了解です。はいはい。開発ラボの装備をすべて入手する。結構じゃあ、あるんだね。あるんだ、あるんだ。うわ、見回しドローンめっちゃよくね。はいはいはい。探索で大事なのは周囲の状況を把握することだ。ドローンで空から存分に偵察するがいい。これめちゃくちゃいいな。ね、先の様子がわかるのはすごく便利。で、これは？選んだピクミンを X で突撃させる笛だ。連打すれば全隊列を一斉に向かわせられるよう。これもいいね。これめっちゃいいな。うん。なんかすべての、あ、パパ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 って投げるのが。投げる動作がいらなくなるかもしれない。でもポイ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 投げる動作って結構楽しくて、ちょっと悩むね、これは。で、これはフレアガード。ホッチンを火に強くすることなど造作もない。待って、このフレアガードとかそういうガード系を、なんだろう、集めるのがまず第一じゃない、これ。どう考えても絶対ビマシドローンと突撃部へ後でしょ。どう考えてもフレアガードとサーモガイルが絶対いるって、これ。うん、これ絶対いるな。で、試作品。あ、試作品これ0円で作ってくれんの？ありがとう。試供品もらった。やみつきボーン。おっちんのライフを回復させるスーパーフードだ。あ、骨で回復するんや、あいつ。カルシウムで回復するタイプ。唯一無二の相棒のため、愛情を持って与えるがいい。間違いね、その通り。あー、一本ずつは試供品としてもらえますよってことね。で、あ、救急キットもね。ライフの減少を感知し自動的に回復してやろう。うわ、バリ便利これ。これはいつでもあっていい。何個あったって嬉しいやつや。これ5か。5か。まあまあ1個あればいいか。別に。そんなに下手じゃないしな、俺多分。まあ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 。まあまず、どうだろう。まあフレアもサーモンもどっちも出てきたよな。え？あ、そうそう。いや、いたよな。火吹くやつもいたし、氷吐くやつもいたから、まずはフレアガードを開発しておこう。で、これ開発したらもう、装備してるんすかね、僕は。望みのものがあるならまた来るがいい。ありがとう。ありがとう、ラッセル。これ、あ、飽きた。さすが。できる男、コリー。そういえば、アイテムの使い方ってまだ教えていませんでしたよね。いや、聞いてないな。大事だよ、それ。あー、なるほどね。長押しコマンドからカバンの中にあるってことか。完璧だ。おー、でかっ。お、でかっ、わい、一口。すご。え？噛む力バリ強いんやない？もしかして、おっちんって。ワニバリにある？ワニかカババリにある？もしかして。で、でよ。自らの装備は？今、取ったけどさ、開発したけど、はいはい、あ、来た。来たね、アプリ。調査状況と、スキル、装備。あ、装備してるね。これ装備って、1個だけなのかな？どうだろう？果たして。はいはい。いつでもチュートリアルは確認できますよと。いいね。こういうのもちゃんと全部見ていくのも楽しいが、まあ、まずは、そうだな。上官に呼ばれてるから、隊長に。レスキュー訓練。よくぞ来た。未知の星での探索は困難がつきまとう。私がオッチンにスキルを習得させてやろう。なるほど。
これめちゃくちゃ重要な立ち位置だな。じゃあ隊長、おっちんのスキル隊長にしか覚えさせてもらえないってことか。やる気に満ちているおっちんって君ならやってのけると信じているぞ。了解。さあ準備はいいか。レスキュー訓練を始めるとしよう。レスキュー訓練は何、ミニゲーム的な感じ。やってみよう。それはまずまずはね、うん、道のりは長く険しいが君たちなら大丈夫だ。ありがとうございます。おっちんのスキルをすべて習得するっていうミッションなんだね。でタイに代々受け継がれてきたレスキュー犬の訓練過程だ。おっちんのやる気があれば訓練に対するスキルを習得できるだろう。なるほどね。どのスキルから習得するかは君たちのレスキュープラン次第だ。了解。重いものを運びたいなら怪力を、原生生物に対抗するならば噛みつきでもいい。なるほどなるほどね。自分たちで考えて、まあ、好きなようにカスタマイズできますよと。はい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 。今ちょうど右上の画面はあれか、怪力か、なんか5まで運べてるもんな、重さ。今のオッチンって確か3までしか運べないはずなんで、だいぶでかいな、それは。で、怪力、噛みつき、はいはいはい。は、もうレベル1持ってんのか。突進もレベル1。力を貯めるのを少し短くするスキルだ。なるほどね。はぁ、突進ってそうか。原生生物にも使えるのか。使ったことなかったけど。で、回復。オッチンの自然治癒力を高めるスキルだ。傷ついていてもゆっくりしていれば回復するだろう。これ、レベル1持ってないんだ。で、はい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 。お願い。相棒を拠点へ向かわせたり、遠くから呼び寄せる。なるほど。呼び寄せる？相棒を？おうおう、何してんだあれ。お願いをする。何やってんだこのチュートリア画面は。あ、そういうことね。あ、おっちんの HP が減ってきたら、拠点に帰らせるってことができるのか。そういうことができるんだ。まあでもこれは、一旦、あれじゃない？普通に回復レベル1取った方がいいんじゃない？なんとなく。うん。こうやって持ってないんでしょ？レベル1さえも。まあ1さえ持っておけば、まあ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 、生きるでしょ。どっかで間違いなく。よし、これでいいな。で、あ、ナイス。ありがとう隊長。シェパード隊長、できる男。アメとムチをちゃんと使い分けてる。よしよし、じゃあこれでおっちんに自然治癒力が、備わったんで、これで以上か。チュートリアルは以上かな。 OK、 じゃあ今日の探検行くか。探索へ。まあ同じ場所でいいよな。うん、今日もビーグル号はいつでも出発できますよと。一旦喋っとく、コリーとも。それにしても僕の急…あ、同じこと言ってるこいつあんまりおらんよ、毎日同じこと話すやつね。あんまりおらんよ。だいたい寝たらね、変わるよ、頭ん中って。よし。まあ、行ける場所は変わんないよな。日だまりの庭、まだ 13% だからな。で、救助した人もまだ一人だし。よし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 。続けていきましょう。で、前回、まあ、ファーストチェックポイントみたいなところまで行ったんだよな、確か。なんで、その先か。うん。なんか奥の方にもまだもう一個、キャンプできる場所があればいいんだけどな。そこら辺まで行ければだいぶでかい気がする。到着。これは初期のところか。あ、初期のところっぽいな。これもう一個奥の方まで行けないのか、どうにかして。あ、あ、違う、ちゃんと初期じゃなくて2個目に見つけたところにいる気がする。応答せよ応答せよ。実は今朝成長したおっちんにジャンプのスキルをく、おー来た、ジャンプ。これでじゃあ乗ってジャンプできるようになったんだ。いいね、それでかい。いや、これバリでかいよ。結構あったからな、こういう小さい段差。全然上がれへんやんってところ。今のおっちんならピクミンと一緒に背中に乗っても軽々と動き回ることができるだろう。完璧だ、素晴らしい。Y で乗るより了解、ありがとう。で、X ジャンプ。まあ、操作方法は変わんないっすよね、チュートリアルと。OK。うん。あ、突進をぶつけると背中に乗ったピクミンを一斉に飛びつかせることもできるのか。それだいぶでかいな。ね、こういう強襲すごい。うん、便利そう。これからはジャンプで捜索範囲を広げ、戦いにも突進を生かしていってくれ。了解。おっちんが万能すぎるマジで。あれ、おっちんが最強すぎる。氷ピクミンもう少し増やしたいですね。まあ間違いない、これ間違いないんですよ。氷ピクミンにここのね、水凍らさせたいんですよ。でも俺どっちから来たんだっけ。あっちから来たんだな。あそこ旗立ってるし、まっすぐ行くか。まっすぐ行くけど、
ちょっとピクミン出し入れしていこう。まあ、20と9でいいか。一旦ね。一旦。まあ、10と9でいいか。これでいいや。行くぜ、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 おめえら。ちょ、一旦乗ってく。おいいね。みんなに乗ってく。これさ、これ、ペレット赤だし、赤ピクミンしか生まれないんだよな。まあ、一旦無視でいいか。一旦ね。この段差登れない、さすがに。さすがにか。前回、なんか壁を壊すぐらいのところまで行ったんだよ、確か。で、そこで、夕方になっちゃったから、まあ、その辺まで行って、あとあれか。匂いとろってもらおう。遭難者。すみません。この世のすべてをそこに置いてきた。青煙を追ってく。資材もあるが、まあ、ちょっとまずは一人。あ、すげえ。勝手に行ってくれる。あ、勝手に行ってくれるんだけど。すごい。何の操作もいらない。なんて簡単なんだ、これ。めっちゃ楽。来た来た来た。来た。完全にここ。完全にここで草。よしよしよし。じゃあここ。降りる。降り、違う。投げない。あー。集合。投げ、あ。掘ってくれてる、一人だけで。これ、ピクミン一匹に任せたらどれくらい時間がかかるんだろうな。逆に試したい。ほら、行け。おめえら行け、頑張れ。みんなで気合いで、よしよしよし、素晴らしい。完璧だ。早すぎる。で、この洞窟の中に早速ね、いるっぽいんで、何者かが。まずはそこ助けるとこからやってこうや。まあ、その助ける前にあれか。一旦ね。一旦ショートカットは作っとこう。はい、ナイス。あれだね、一回、オニオンにしまったピクミンたちでも、なんだっけ、エキス吸った状態になってるんだな、これ。便利でいいね。うわ、キラキラもあるな。キラキラあるが、ちょ、あれは後で回収しよう。焼き起こし工房。お急に足元が熱くなったと思ったら、なんと地面が燃えてるではないか。焦っている私を尻目に、赤ピクミンは火に触れても平気な顔していた。なるほどね。じゃあよ。赤ピクミンじゃん。てか俺、さっき装備作ったの大正解やったな。これ行くけど、すごい、もう完全になってるわ。最初から赤ピクミン30になってるわ。よし。行こう。30匹で。なんか、オニオン、色違いオニオンも回収していきたいんだよな、そういえば。焼き起こし工房。いいね、いい名前してる。なんで工房なんだろう。あれかな、誰かが中で作ってたりすんのかな。いんのか、そういう原生生物が。ほい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 、レンガチック、すごい。人工物がある。まあ、工房とか言うぐらいだからな。なんだあの卵は。なんだあの卵は。うわぁ、ダンジョンだ。しっかりとした。よし、行くぞ。移動は一旦落ちんでいいか。これ何これ。うずらよっ。資材か。シンプル。やれ。ナイスです。ナイス。これじゃあ、もう一匹。まだいる？これ以上かな？あ、まだいる。葉っぱのやつまだいるな。行ったか？吸ったか？あ、吸ったっていうか、もうなくなったのか。エキス。残念。行くぞ。で、あいつに、突進すればいいんだったよな。空行け。ひどい。ボコボコで草。いいね。強っ。うちのパーティー。あ、いいよ、行っていいよ。行きな。これもっと増やそう。もっと増やして、10人で行こう。10人で。もう追いつけてないし。はい、帰りますよ。皆さん、いいですか？サンキュー。まあ、キラキラエネルギー5になるんだったら大事だな、ああいう雑魚の体も。で、パッと見いける方向ここしかないけど、浮いてるやついんな、あれ。あれ？いける？落とせる？ああ、落とせるわ。カスやったわ。文字通りハエぐらいの体力じゃなかった。あ、待って、黄色いない？奥に。じゃあ、行っていいよ。行ってらっしゃい。待って。待ってた。黄色いないこれ。嘘。はじめまして。
キピクミンだ。こんなところで出会えるなんて。あ、ビリビリしてる。あ、電撃系なんだ、キピクミンって。耳がとんがってるな。エルフ族の生まれ変わりかなんかか。オリマさんの日誌に載ってないか調べてみます。まあ載ってるだろうな、間違いなく。キピクミン、大きな耳のようなピクミンが、違う、大きな耳のようなものがある黄色いピクミンをキピクミンと呼ぶことにする。耳ピクミンではどうしてもしっくりこないのだ。彼らは電気に強く、投げると高く飛ぶ。高く飛ぶ、穴掘りが得意。了解。待って、こいつ特徴多すぎる。雷、高く飛ぶ、土が掘れる。土が掘れるっていう能力いるか、こいつらに。まあいいか、数が少ないって大事だな。ほんとそう。待って、20匹もいけないもんな。回収できるこれ。そうだよね、これどうする。おお、あ、あれ上限増えてる。あ、そうなんや。知らん情報来た。野生のピクミンがいる分だけ地下ではたくさん連れて歩けるんですね。そうなのか、野生分は別にカウントしなくていいのか。じゃあいつも満タン持ってっていいんだな。わ、いいねいいねいいね。ちょっとこのおにぎりせんべいは持っていく必要があるな。で、おにぎりせんべい持って帰るのとついでにあれか、うん、資材班と合流するか。そこにも宝あるし、これも掘ってから行くか。よいしょ、頑張れー。ああでもいいです、別にそんな時間かからないはず。おら、いけいけいけ。どんくらい早いんだろうな。てか、キピクミンって。はい、回収。じゃあこれでよっ、乗って。お、すごい、ケツに全部貼り付いてる。気持ち悪い、なんか逆にクジャクみたいになってる。でみんなあそこで待ってんだよな。はい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 、はい、集合。いいね、こういう段差ものともせずに回収できるのすごくありがたい。奥のあのビリビリのところもキピクミンなら通れるってことなんだよな、あれ。なんかキピクミンだったら、奥のビリビリを何壊すとかできたりする、もしかして。そういうことある、これ。これなんか破壊できる、もしかして、この壁。あ、いける。あ、破壊できんのか、これ蛍光灯だな。どっからどう見ても蛍光灯だし、音も蛍光灯だな、完全に。これいけますかね、これ。全然壊れる感じしないけどな。これもここでもう壊してもらうまで待ってる。いや、あれそう簡単に壊れるんでしょ、あれ。ちょっと先にす。ちょ、別行動すっか。まあ、あいつら勝手に壊してくれるでしょ、多分。ああ、壊れた。意外と早かった。意外と、うわ、マジか。意外と早かったわー。足材回収してくれてるね。ナイスナイス。じゃあ、あれはあとでいいや。おお、いるいるいる、まだいる。まだいたんかい。じゃあ、これで30、40まで来たのか。で、いべべ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 、あれどっちだ、あれどっちだ、冷却系か。まあいいや、突進でいこう、ここは。ほいしょー、これで、はい、粉砕、玉砕、大喝砕。はーい、じゃあ行ってね、みんな。はい、行ってらっしゃい。あ、ちょ、やれやれやれ、よし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 、完璧。で、それ誰か運んでってもらう。よいしょ。じゃあ赤ピクミンに、これ運んでってもらうか。やべやべやべ。25、25、あと何匹だ？あ、ぴったした。ナイス。あ、了解。こういう、あー、なるほどね。赤じゃもうそもそも、なりもしないわ、標的に。黄色ならいけますよと。10いんの。あ、10いんだ。ダメだ。集合。集合です。集合。一旦帰って、じゃあ、集めていきましょう。よいしょ。仲間たちを。10匹いる？ 10 匹。いたー、よかったー。あぶねー。ガバガバなんだよな、そういう数の管理。よし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 。これで、だいぶ集合してきたか、みんな。集まってね、集まってね、運び切ったね。ナイスナイス。一旦回収して、ダッコが一人残ってる。よいしょ。あと一匹ですよ。みんな見てるよ。今。わかってる？みんなの時間奪ってるよ、君が。厳しい。厳しい先生。時間奪ってるぞ、みんなの。いいか。一人に踏んで合計なんだ、かける30で。1時間だぞ、みたいな。そういう先生いたよな、昔。いた。そういうしょうもない先生いた。ナイス。で、あ、なんだこれ。さらに階層がある。あ、さらに階層があるんだ。へぇ、そっか、1階って書いてあったもんな。なんなら確かに。で、あ、こっからなら赤でも耐えますってことか。まあ、10いるしな。
よし、これで落として運べます？運べるか？あ、いけんね。よし。ちょ、これ、あ、やべやべやべ。これ回収して、この辺はなんかない？なんもないな。なんもないね。じゃあもうこれ行けるとこ全部行き切ったから、下の階層行こう。いいね。この洞窟の中だと時間が全然過ぎないの。めちゃくちゃ便利でいいわ。ゆっくりできるわ、探索。はい、頑張れ、頑張れ。はい、頑張れ、頑張れ。黒板消しがこのサイズだもんな。相当小さいよな、ここの住人たち。自分も含めて。だいぶ小さいと思う。手のひら。黒板消しってだから手のひらよりちょっと大きいぐらいでしょ？だって。親指ぐらいなんじゃないの？このコリーとか、ね、フラメコくんとかは。よし、了解。あと600。まあ、半分過ぎてるな、エネルギーに関しては。奥に進みますが、隊列にね、ピクミンはいないから大丈夫ですね。みんないます、これは。ここに。よし、行くぞ、お前ら。大所帯。40人だっけ、今。相当いるな。調査率 50% ってことは、2階でラストかな？今度は誰がいるんだろうな。マジでほんとみんな近場に遭難してるな。やっぱ遭難って言っても、なんだっけ。人間、水がなくて3日だったっけ？食い物がなくて1週間だったっけ？なんかそういう限度みたいなやつあるはずだから。あ、いる？やっぱり遭難者。よしよしよし、探していこう。これ壊していくが、これさ、お、な、な、これ何これ何これ、待って、この赤い液何これ。こっちしか投げられないけど、この赤い液なんだ。え、なんだろう、この赤い液。あ、おっちんよ。え、おや、その赤いエキスは何？何？激辛スプレー。え、多量の激辛成分を含んだ赤いエキスのスプレー。どんな効果があるから分かっていない。何それ。激辛スプレー、激辛エキスかもしれないですね。はあ、え、こぼさないよう瓶に入れてカバンにしまっておきますね。ありがとう、コリエ。で、激辛成分を何かに使う。これあれじゃない、まさしく火吐くんじゃないこれ。まさしく火吐くんじゃないの、この激辛成分。えぐい。それができたら相当強い。よし、すれ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 、甘い汁吸ってけよ、お前ら。全員か、これ。全員花咲いたか。花咲かしんさんか、みんな。よしよしよし。これ、熱いんだよな、きっと。おっちんで入ると。これなんか、赤ピクミンなくたらなんかある。あ、壊せんのか、これ。これ壊したらどうなんだ、逆に。はい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 。了解了解。消化できんのか。じゃあ、消化できんのか。じゃあ、装備いらなくなかった？マジで。作った装備。いらなかったかもしんない、本当に。よし、ぶち壊して、20人。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 、
いいな。あ、間違えた。抜かなきゃいけなかった。はいはいはい。おはよう、みんな。みんなおはよう。すごい、野生が、野生のピクミンがマジで多いぞ。こいつらちゃんと仲間にできんのかな、いつか。はい、集合。集合よ、みんな集合。いい？すんごいいる。45人もいる。ちゃんとみんな花咲いてるな、偉い。おっちん、たくましくなったな、ほんと。なんだ、あの奥のやつ。あれ、原生生物か、あれ。バケモンすぎない？ちょっとルックスが。ちょ、一旦やめとこ。近づくの。壊して。ナイス。なんかアイテムが増えるわけでもないのか。はいはいはい。じゃあ、こう半分混ぜといて。よいしょ。はいはいはい。破壊しとく。で、ここも壊しとく。で、あそこが逃げ道で。これなんだろう、マジで。ちょ、待って、一旦マジで、あれだな。マジであれは怪しい。危ないぞ。一旦この上側行こう。3と3。よし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 。これで OK。で、こう刺していこう。よし。あとは任せた。一旦これで、全員回収して、もう一回戻っていこう。おお、いいね。いいね。働き者だね、ピクミンたち。面白いぞ。なんかそういうなんかシミュレーションゲームみたいな、これ。そういう。これ何？マカロン？なんか土が混ざったマカロンか、これ。マカロンかハンバーガーどっちかだよな、これ。と、なんかしなしなのドーナツ。なんかこの世界すごい、あれだ。食い物ばっかり落ちてる。いいね。まあ、わかんないけどな、それが。それが本当に、どういう経緯でそこに落ちてるのかはわからないけども。一旦奴ら回収して、どうだろうな。これ、壊せんのかな、まあ、敵ではな、どうか。でもこれ、タックルしてみるか、一旦。おいしょ、ほら、行け。え、なにこれ。ああ、大丈夫か。え、怖。今、あ、待って、結構潰れてない今。待って。ちょっと待って。おい。なるほどね。俺の予想当たったか。あれ、倒れる前に。はあ。倒れる前に持ってくるというか、あ、ごめん、間違えた。ごめん。ほんとごめんね。倒れる前に呼び寄せる必要があったのか。すまん。だいぶ死んだわ。あ、待って。え？ 17匹ぐらい死んだ？赤ペクミン30匹いたよね。ちょっと減りすぎでは。やられた。激しくやられた。よいしょ。マジか。ちょっとショックを隠しきれない。よし、ここ一旦、壊してもらって、消化してもらって。あ、でも一旦これ抜くか、こっちを。野生のやつらどんどん抜いていこう。いいね、ほんと。こいつら丸まんま、うちのメンバーにならねえのかな。いや、なるよな、きっと。18匹いるけど。よいしょ。あ、届かない。1、2、3。これで、開始できるね。お、来た。来たね。生命維持装置働いてるから分かんねえんだよな、こいつがどんなルックスなのか。でも、だいぶよ。だいぶブレーンと、発展させるための科学者で、指揮系統の隊長がいるから、何が必要？あとは。あとは武闘派かな。もう最前線で俺戦いますって、みたいな。うちやりますって、みたいな。そういうやつがいるな、あとは。うん。あと、それくらいじゃない？でも、実際。組織として足りないのは。早速 ID 情報確認してみましょう。どんなやつだ？シュナウズ、シグレ製、お宝鑑定家、全宇宙を渡り歩く特級お宝鑑定家。特級鑑定家？特級呪物みたいな言い方してる。その類まれなる鑑定眼から、彼を元にした鑑定 AI が作られたほど、すんご。シュナウズすんご。バリ賢いやん。鑑定士？あ、隊員じゃない？え？隊員じゃないことがあるそれ。誰でしょうか？知らない人です。誰でしょうか？ん？お宝鑑定家のようですが、どうしてこの星にいるんでしょう？え、どういうこと？一人で探検してる奴もいるってこと？もうおそらくだが、あれ？オリマーさんの仲間ってこと？オリマー氏の救難信号と一緒に送られてきた公開日誌。え、あれを見た人々がお宝を求めてこの星までやってきたんだろう。そういうこと？
結構宇宙を渡るのって、誰でもできるんですね、この世界。そしてオリマスと同様に遭難してしまったというところか。了解。じゃあ結構そういう人間がいるんだな。なんか好奇心旺盛でやってきた奴らが。なるほどね。ミッション発行しておこう。了解。頼まれた。そっか。すべての遭難者。なるほどね。レスキュー隊以外にもいるんだ。一般の遭難者が。了解です。でもな、そいつら自業自得だと思いますけどね、僕は。うん。正直。掘って帰っても別に問題はないと思う。よし、帰ろう。もう全部ね、探索しきったんで、帰っていこう。でも、だいぶ完璧だったんじゃない？もう100%じゃない？なんなら。どうよ、焼き起こし工房。救助した人、シュナウズ、お宝鑑定か。ってことは、この鑑定家が今度からマザーベースに、なんだ、加入するってことか？キラキラエネルギーも完璧に、結構集めてんね。500、ほぼ500。なんでさ、100%なのに499で止まるわけ？ いや、死んでる。うわ、死んでる。黄色も2匹死んでる。やられてる。ちょっと、全然気づかんやったって、あいつのことマジで。わからんもん、初見殺しだもんな、あれはさすがに。悔しい。ちょっと犠牲払いすぎてるな。よいしょ。ただいま、結構まだ朝早いはずだからな。まだまだ探索できますよ、この世界。どうした？え？ピクミンが出てこないぞ、外に。どうやら？ああ、はいはいはい。一度に地上に引き出せるピクミンの種類や数には限りがあるようです。了解？ですが心配せずに連れていくピクミンを選んでください。余ったピクミンはビーグル号でオンデュに戻しておきますね。ありがとうございます。クオリーできる男。じゃあ、バランスよくいく？ 30 匹いけるし。いいね。ちゃんとなってるわ、バランスよく。了解？あ、ピクミンは3色までしか連れていけません。完璧だ。じゃあ、この布陣でいこう。で、まだ10時か。で、まあ、いろんなピクミンいるけど、まあ、一旦、これか。一旦ね。一旦これ回収して、近くにあるよな、拠点。あるし、あと、あの上も行きたいけどな、これ。ショートカット作らないと無理だな。了解？やばい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 。時間過ぎてってるが、1、2、3、4、5。1。ちょっとね、赤ピクミンの被害も受けたんで、ちょっと人間のリクルートしとくか、一旦。で、向こうから来たから別に向こうに戻る。あ、その段差登れんのか。登ってみるか、段差一旦。おいおい、ナイスみんな。偉いよ。完璧かな、これで。あ、生まれてこないってことね。はい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 。なーにやってんの、そのところで。一人で、黄昏ちゃって。集合。全員来た？全員いるな。よし、全員いる。この橋の向こうにも行ってみたいが、あ、まさしくこれ建築では。てか、ラッセルさん、この建築物、利用できそうだな。ビーグル号で資材を粘土に加工し、建材に利用すれば完成させることも可能だろう。資材を使ってこそ初めて価値がある。消費を惜しむ必要はない。わ、こいついいこと言うな、マジで。マジでいいこと言ってる、ずっと。さあ、建築物の前でピクミンやオッチンに指示を出すがいい。指示出せばやってくれんの、これ。あ、22資材でいけんだ。なるほどね。これ、じゃあ、もう全員でいこう。全員でやろう。全員作業でいこう。よし。一人。一人余ってるな。おー、すげえすげえすげえ。すげえ、引き出してる、ちゃんとみんな。え？あ ごめんって。 ごめんって。 ちょっと多く出しすぎちゃっただけじゃんか。そんな黄昏にとってや、そんなところで。ごめんって、ほんと。おー、できてるできてる。すごい。建築もできるの、ピクミンって。賢すぎない？ちょっと。はい、ナイス。できましたね、橋が。粘土橋の建築完了だ。これで自在に往来できるだろう。早速渡ってみるがいい。まあ、渡ってみるがいいなんて、そんな、大層なこと言ったってな。ただ渡るだけだからな。で、あれか。最初のところに帰ってきて、これあれだよな。すぐ横にも洞窟あんだけど、これいけるよな。どうしよう。洞窟2連チャンの日になっちゃう、今日。うわ、あれいけない。黄色ならいけんのか。よいしょよいしょよいしょ、いけ。キピクミンならいけるはず。いやー、キピクミンの7匹の損壊でかすぎない？マジで。おい、でかすぎると思うんだけど。正直。ここもいけるな。
これどうしよう。洞窟洞窟。でも洞窟洞窟すごい時間。まあでも行ける洞窟行った方がいいのか。だいぶ時間的にはね、かかるが、まあ一日が長くなるだけマシか。ちょっともう足す？もうちょっと。運べ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 、もっともっとおめえら。持ててるそれちゃんと。みんな運べてるちゃんと。なんか遊んでるやついない？ナイス。お宝回収していく。あれなんだよな。その奥、まあ今のところと、ここの上も行けたよ。行けるよな、きっと。これは？よお宝があるだけか？あ、あるね、あるね。ここにも洞窟あるじゃん。洞窟めちゃめちゃ歩くね。なんなら。ちょっと一旦、よいしょ。これ3つ？よいしょ。これできるか？これ回収してもらって、あれ回収しきってからじゃないと、待って、あの、宝物、あ、建築だ。どうか、あ、違う。建築じゃない。壁があっただけか、ここ。建築かと思ったわ。違うのか。待てよ。待て待て。ちょっとこれどこに行くか、悩ましいぞ、だいぶ。あ、てか超えた。エネルギー。達成しちゃった。やりましたね、フラメンコさん、おっちん。ありがとうございます。まあ、シェパード湖のレーダーをさらに復旧できて、他のね、新しいところに行けるんだけれど、どうなんすかね？いるんすかね？まだこの世界に。このワールドには、遭難者。まあ、まずはね、目標としては、ああ、ちょ。人間をね、とにかく回収していきたいんで、探せ、おっちん！あ、いる。まだいる。まさしくここか。はいはいはい。こん中いいんだ。じゃあ行こう。行くしかねえ。よ。各洞窟にやっぱいんのかな？そういうやつ。行こう。手分けファクトリー。大変そう。え、床が動いている。先へ進む方法をあれこれ模索するものの、私だけではどうにもならないようだ。相棒のモスと協力することでどうにか脱出できないだろうか。モス！オリマーの相棒のワンちゃんはモスって言うんだ。かわいいな、モス。なんか、もうね、バーガーしか出てこんけど、俺の頭の中では。で、おすすめは赤キート。じゃあまあまあ、おすすめ通り。いいね。任天堂に従っていこう。うん。逆らわずに行こう、任天堂には。進んでいこう。手分けファクトリー。さて、やってきたね。